はい、どうもこちくらいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで本日は2019年の1月22日こちらのお知らせがやってきました。先日の1月19日ですね、セールスランキングついにこのプロスペースが1位を初獲得いたしました。そしてそれの記念プレゼントということで、今回ですね、なんと S ランクの自チーム契約書、 S ランクの契約書各1枚ずつがプレゼントとして送られました。いや、これに関しては正直マジでびっくりしましたね。いろいろな予想を皆さんされていたと思うんですが、まあ一番個人的には現実味があるのが250エナジープレゼントないしは、まあ10連ガチャ無料とかっていう形かなというふうに思っていたんですが、まあ確定でね、Sランクの自チーム契約書1枚と Sランク契約書1枚というところで、配られましたと。まあよくても Sランク契約書1枚とかっていう感じかなというふうには思っていたんですが、それをはるかに上回る結果が、このプレゼントになったんじゃないかなというふうには思います。ベスト内タイトルホルダーとかが欲しいっていう方とかもいたんですけども、まあそれに関しては多分第1弾でもうガチャを回し切ってしまっている方とか、欲しい選手が取れてる方、あとはもう自チームの選手が出ていない、例えば巨人とか阪神とか、ベスト内タイトルホルダーがまだ今後第2弾第3弾でしか登場しない球団も、ありますので、そうしてしまうと純正のチームを組んでいる方とかで差が出てしまうというところになってくるかなというふうには思っていたので、まあ別にタイトルホルダーの予想を外していたんですが、ほぼどのユーザーも平等と言えるような、プレゼント、いい形のプレゼントになったんじゃないでしょうか。でですね、まあ今回この開封を行っていくんですが、ちょっと動画の後半部分とかで、最下決定戦に関してもいろいろお話をしていこうかなというふうには思います。ただですね、ちょっと1点お詫びをしないといけないことがございまして、今回 S ランクの自チーム契約書が配られたわけなんですが、諸事情によりましてですね、こっちを開けることができません。まあなんでこれを開けることができないかっていうのは、ちょっと今後の動画をお楽しみにしていただければというふうに思います。もちろんまた自チーム契約書を開ける動画は撮るとは思うんですが、今回ちょっとね、先の動画のネタバレになってしまうので、自チーム契約書に関しては開けることができませんが、 S ランク契約書がですね、その分、この間のリアタイの大会ですね、での S ランク契約書もあるので、それも合わせて、合計2枚を引いていこうかなというふうに思います。はい、ということで、まずそしたら、そうですね、この923位のリアタイの大会での S ランク契約書を引いていきたいと思います。いきましょう。まあ S ランク通常の選手で言うと DNA の持ってないところが来てくれれば御の字かなと。おお、いいですね、この演出。さあ、こっちはセルランの獲得記念ではないですが、誰が出るでしょうかと。はい、おお、オリックスの宗選手が来ましたね。この宗選手はですね、個人的に今年の2018年というべきか、2018年のオープン戦でですね、ランニングホームランを目の前で見ました。めちゃくちゃ足速いし、かなりオープン戦でね、ブレイクをしていたと思うんですが、なかなかちょっとシーズン中は目立った活躍が、まあオープン戦以上にはできなかったのかなというところなんですが、またね、2019年シーズン頑張ってほしいなというところでございます。オッケー、若きホープが出ましたと。ということで、セールスランキング1位初獲得記念の S ランク契約書、こっちも受け取りましょう。こっちも同じく DNA の持ってないところが来てくれるのが一番。あとは、まあベストナイタイトルホルダーが出るんでね、なんとも言えないところになりますが、ギータとかかな。ギータ、その辺が欲しいかな。さあ、セールスランキング初獲得の記念プレゼント出るのは誰か。お願いします。おおマジかー、マジか。え、自チーム引いてないよね。自チーム契約書じゃない方だね。あ、よかった。 S ランク契約書でまさかの宮崎選手が来ました。ということは実質セールスランキング獲得記念プレゼントは自チーム2枚だったみたいなもんですね。やば。これは嬉しい、これは嬉しいでございます。はい、ただまあこの宮崎選手に関しても実は3000のスピリッツが出ることが確定してますので、まあ多分ここに継承することはないかな。ミキサーの圧縮要因に使うという形になるのが、まあおそらく確定なんじゃないかなというふうには思います。この宮崎選手はね、ベストナイトタイトルホルダーでパワーが77というところに1上がって出るので、まあ、ミートパワーの AA が狙えるというところになってくるので、ベストナイトタイトルホルダーは絶対に引き当てないといけないというところでございます。そんなベストナインタイトルホルダーのガチャですが、実は本当は今日100連のね動画をまたアップしようと思っていたんですが、ちょっとこの、報酬が思ったよりも早く、まあこの15時以降に配布みたいな感じだったので、もしかしたらちょっとラグもあるかなと思っていたので、今日17時の動画ベストナインタイトルホルダー100連を用意していたんですけど、ちょっとそれは明日に、繰り下げたいと思います。でまた明日100連の動画が出ますので、ベストナインタイトルホルダーに関してはそちらをお楽しみにしていただければというふうに思います。なので今回の動画で実はネタバレができないというところでございます。で、まあそんなネタバレに気をつけながらやっていかないといけないんですが、最強決定戦の、結果が
こんな感じでございます。今のところこんな感じです。はい、20試合消費いたしまして20勝0敗全勝できております。順位でいうと19位ですね。全勝の方は今何人いるのかな。全勝はあでもまだ結構いるな。20勝0敗はトップページは全員20勝0敗かな。あここからか、92人ですね。92人、全勝の方がいるという状況なのかなというところでございます。まあこの最強決定戦もですね、今僕がアイコンをつけているのがベスト100っていう第11回最強決定戦のベスト100をつけているんですが、まあこれ以上の結果をね、今回出したいと思っています。欲を言えばやっぱりベスト9ベスト8とか、狙えたらいいかなというふうには思います。報酬で言うと今回あれなんですよね、ベスト8から報酬が変わっていくっていう感じなのでベスト9じゃないんですよね。9位から16位まで同じ報酬なので、まあ、ベスト8ここを狙っていきたいなというところではございますが、まあ32以上に行ければ前回よりもいい結果いいアイコンがもらえますので、まあこれはこれでいいかなというところでございます。一つでも上の順位を目指してね、また引き続き頑張ってやっていきたいと思います。でちょっとネタバレになってしまうので、選手の成績とかを見せることができないんですが、これに関してもまた週末とかに動画を出せればいいかなと思っています。であとはここですね、プロ野球スピリッツ2019のパッケージ選手は誰だキャンペーンが始まっているみたいなんですが、まあこれツイッターをやってる方とかだったらもう先にツイッターとかで見てたよっていう方もいるんじゃないかなというふうに思うんですけど、ツイッターで予想するプロ野球2019パッケージ選手は誰だというキャンペーンが開始されました。これぜひね、やりましょう、うん、プロ野球スピリッツ2019を買う予定がない方でも、プロスピエースで使用できるアイテムとかがもらえるキャンペーンになってますのでぜひ参加しましょうというところなんですが、僕自身はまだこれやってなくてですね、ちょっとこの後やろうかなと思うんですけど、キャンペーンの詳細こちらご覧くださいということで、これですね、はい、応募期間が1月21日月曜日から2月13日の23時59分までというね、応募期間になっていてかなり長めではあるんですが、商品がプロ野球選手のサイン入りボール24名様で、そして、リツイート数に応じてプロ野球スピリッツエースで使用できるアイテムを全員にプレゼントというところなので、まあ、公式のツイートをリツイートすると、一番最大で30エナジーと A ランク契約書ゴールド契約書が1枚ずつもらえるというシステムになっているみたいです。で、応募条件がツイッターアカウントパワープロ通信をフォローしている方、ツイッターを公開設定にしている方、プレゼントの発送が日本国内の方、本キャンペーンの注意事項に同意いただける方となっております。で、応募方法がツイッターアカウントパワープロ通信をフォローして、本キャンペーンに関する投稿をリツイートしようと。で、4つの選択肢から1つを選んでツイートというのがあるんですが、これねすごい悩んでるんですよ実は。これですね結構ツイッターを見てても割れてるなというふうに思いまして、まあ単純にこのイベントって何なのかっていうと、プロ野球スピリッツ2019のパッケージの選手を予想するというイベントなんですが、まあ、その12名ですね、2015年、直近の2015年だったらこんな感じのパッケージだったんですが、この12名を予想しようという感じでございます。ちなみに今現状プロ野球スピリッツエースだとこんな感じになっていますね、上から広島鈴木誠也選手、ヤクルト青木選手、巨人岡本選手、 DeNA 山崎康晃選手で、中日松坂選手、阪神藤川選手、そして、下西武が山川選手、ソフトバンク柳田選手、日ハム上沢投手、オリックス吉田正尚選手で、ロッテが中村翔吾選手、楽天が岸選手というラインナップになっておりますって考えていくと、個人的には B と C はないかなと踏んでいます。 B と C は選択肢から消してます。 Twitter とか見てても BC の予想してる方はほぼいなかったかなというところなんですが、個人的には A か D のどっちかじゃないかなっていう予想をしております。 A の予想でいくと、まあ、やっぱり山川、柳田、菅野、山田、筒香あたりが入っているところかなというふうには思うんですが、 D の選択肢も捨てがたいなというのが、まあ、菅野、山田っていうところが同じで、で、まあ、吉田正尚選手、さっき言った吉田正尚選手とか、あとは岸選手、松坂選手、伊藤井選手あたりのベテラン人気選手とかも入ってきているというところで、まあ、D か A か本当に難しいなというところなんですが、今回僕は A で行ってみようかなと思います。はい、ただこれは本当に直感的なもので人によって、まあ、かなり意見は違うと思うんですが、ちょっとこれをツイッターの方で開いて、これを A の選手たちでツイートしたいと思います。はい、 A の選手となってますね。これで、ツイートするだけで完了という形になりますので、右上ツイートをして完了でございます。はい、ということで、まあ、こんな感じでね簡単に投稿することができますので、ぜひまだやってなかった方はやってみてください。そしてぜひねちょっと宣伝になりますが、僕のツイッターアカウントアットマーククレイアンダーバーゲームズアンダーバーシージもぜひフォローしていただければというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんの、セールスランキング1位のね、報酬の結果とかぜひぜひコメントで残していただければというふうに思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。